と小杉さん汗かいてないですか、うん、ちょっと汗かいてきましたんで、やってくれないじゃないですか。誰途中からやめろ言うてた。クリスティーナさんでした。今回のご結婚の方はいつ頃決められたのでしょうか。あ、3分前ぐらい。先日番組内で7月29日に結婚することを決意した。しかし肝心の相手がいない矢部のために、矢部太郎と結婚したい方を緊急募集。すると前回募集したじゃないですか、はい、そしたらなんと、はい、250通、みんな真剣に考えてくれてるみたいなんですよ、ここに何通かあるのでちょっと紹介したいと思います、はい、放送を見て矢部さんの結婚へ対する思いや何よりあの決断力にとても心をつかまれました。機会をいただけるのならぜひ真剣に考えさせていただきたいと思います。もう一枚、私も結婚したいです。結婚式が7月29日と聞いて私の誕生日と同じ日なので何かご縁を感じました。これが運命なのかもしれませんと。どうですかこれだけ来ると。いや本当、僕だって33年間生きてきて出会ったことないですよ、そういう方に今まで、うん、こういう風に言ってくれる方に。 でその250人の方に向けて、はい、ちょっとちゃんともう一度メッセージを。僕なんかに送っていただいて本当申し訳ないなと思うんですけども、250人の皆さんぜひお会いしましょう。